こんにちは。今回は光の彫刻を作ろうです。彫刻というのは絵と違って立体的な作品のことですね。ペットボトルを使って切ったり折ったり重ねたりして自分が思いついた形を作ってみてください。では早速始めましょう。どうぞ。